今日、実は、お前らに、一個だけ特大報告があります。みんな気になってるかもしれないけど、多分、その期待には応えられない。この報告をしたら、悲しむぞ。多分、ファンは半分になると思う。けど、決めたことがある。それを、ここで発表してもいいですか？2022年をもって、レベゼンは、YouTube 活動をいたします。もう、俺らは、YouTuber って呼ばれたくないよ。何年も前からずっと言い続けてる。俺らは YouTuber じゃねえ、YouTuber じゃねえって。だって YouTube やる前から ISP はゴシゴシ出してる。そんな前からずっとで別にやってんのに YouTuber、YouTuber って言われて、ゴリゴリ日本人に向けて日本語でわちゃわちゃゴキブリ食ったり有名人有名だねみたいな、そういうのは2022年を持って引退します。昔見た動画が見たい、昔見た動画が見たい、昔の方が良かった、昔の方が良かったって言うんやったら、もうそれはそれで仕方がない。昔の動画見てくれ。一度たりとも俺らは日本一の YouTuber なんて目指したことない。俺らは世界一の DJ 集団、世界一のアーティストになりてだから、がっかりして離れていく人は2022年ここでお別れです。2022年いっぱい YouTuber みたいなことする、毎日更新するっつったよね。俺 Twitter で炎上もバカあるよね、2回もそれだけ。2022年やりきる。昔みたいな動画を見た人は本当に昔の動画を見てくれ。俺ら2023年アーティストとして世界を取る。おもろい動画見たいならおもろい動画出してくれる YouTuber いっぱいいるよ。けどこうやって世界になるっつってお前らを世界に連れていけるな、レペゼンしかいねえよ。ついてこい。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。